音テストしてます。はい、はい。じゃあ、早速いきます。5秒前。4、3、2、1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。6月8日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。皆様こんばんは。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。沖縄県宜野湾市喜友名にございます。79.7MHz FM 宜野湾の収録スタジオから収録放送でお送りします。MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そしてミキサーはこの方です。はい、FM ギノワンスタッフのあかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しております。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも OK です。メールアドレスは797@fmginowan.com まで、懸命に沖縄大好きと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなくツイキャス、 YouTube、 リッスンラジオ、マイチューナラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組を楽しみください。そして番組専用の X、 旧 Twitter とハッシュタグがございます。@大好きラブ797フォローお待ちしております。ハッシュタグ、大好き叫べとつぶやいてコメント参加よろしくお願いします。さあ、ということで今収録してる日は5月の31日金曜日、まあ、収録ではまあ5月の最後になっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。放送ではまあ6月スタートして約1週間経っておりますが、そうですね。ツイキャスをご覧の皆さんはちょっとお気づきかもしれませんが、実は私沖縄大好き、散髪して髪を短くしてきました。イエーイ。どうですか皆さん、かっこいいですか結構短く切ってきました。そんな男前になったと思う沖縄大好き、この後もですね、皆様からのツイキャス、コメント、メッセージをご紹介していきます。それでは一旦 CM です。CM ですね。はい。はい。ツイキャスの皆さんも後ほどコメントをご紹介いたします。ありがとうございます。これ僕らのライブが先でいいんですよね。あ、そうです。OKです。
30秒前ですね。はい。はい、10秒前。はい。7、6、5、4、3、2、1。はい。改めまして、沖縄大好きです。それでは、皆様から届いているツイキャスのコメント、メッセージを紹介する前に、ちょっとある話題についてお話ししていきたいと思います。それでは、あかりんさん、よろしくお願いします。はい。では、こちら。ちょっとお待ちください。はい。はい、先生、BGM。うんうん。あ、うん、いいですか。じゃあ、はい、お願いします。はい。はい。それでは行きますね。まず、去った5月29日の水曜日なんですが、実は私、沖縄大好きがハマっているアニメ、ラブライブ、皆さんご存知でしょうか。そのラブライブシリーズが、なんと14周年を迎えました。おめでとうございます。2010年の5月29日にスタートしたラブライブが14年ということで、この2010年ということでちょっと今振り返ってみたのですが、私沖縄大好きが当時高校生の時にラブライブがスタートしたということでちょっと驚いております。ラブライブとは、電撃ジーズマガジンから、誕生した、コンテンツの一つでございまして、9人のスクールアイドルがスクールアイドルの頂点、ラブライブを目指し、成長していく物語となっております。初期のラブライブでは、スクールアイドルミューズ、音の木坂学院高校から結成されたスクールアイドルです。メンバーは、高坂ほのかを中心とした9人で結成されているアイドルグループとなっております。そのラブライブがスタートしてから、ラブライブサンシャイン、ラブライブ、虹ヶ崎学園、スクールアイドル同好会、ラブライブスーパースターなど、新たにいくつかまたシリーズが出ておりますが、トータルでも14年と続いております。ということで、この14年っていうこの月日は本当に長く感じますが、私もそのラブライブのファン、まあ、いわゆるラブライバーとしてもですね、ラブライブが大好きで今も応援しておりまして、日常的にもですね、あの、ラブライブシリーズの楽曲やライブ映像も時折拝見しております。そしてラジオでは、ミューズの、まあ、デビュー曲となっております、僕らのライブ、君とのライフが、流れております。ミューズのこの名前が結成する前は、ラブライブという、まあ、このアーティスト名で実は結成されたんですね。さて、続きまして、翌日5月30日木曜日、あるキャラクターですね。こちらもラブライブのキャラクターの誕生日がありましたので、こちらもご紹介していきたいと思います。それでは、次の曲にお願いしてもいいですか？今 BGM に流れておりますのは、めっちゃゴーイングという楽曲です。ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の2年生、宮下愛ちゃんの楽曲となっております。さて、5月30日が宮下愛ちゃんの誕生日でした。おめでとうございます。スポーツ万能で、活発的な女の子、元気で明るく、みんなを楽しませるのが、宮下愛ちゃんなんですが、ダジャレが得意で、実はおばあちゃん子という、とてもちょっとギャップのある、可愛らしくて元気のある女の子です。そして、同じく虹ヶ崎学園のメンバーである3年生の浅香かりんと共に、ダイバーディーバーというユニットも組んで活動しております。声優は村上夏実さんが演じております。さあ、ということで、ちょうど5月ですね、ラブライブシリーズの、この14周年スタートと、それからこの宮下愛ちゃん誕生日はちょうど5月2日間連続でありましたので、今回ちょっと、このフリートークの中でちょっとご紹介させていただきました。はい。それでは、こちらの方は以上となります。それでは、ツイキャストメッセージの方もですね、ご紹介していきます。はい。じゃあ、まずちょっとツイキャスの方からですね、拾っていきたいと思います。たくさん皆さんコメントありがとうございます。トップバッター、ナッティーナチコさん、ありがとうございます。そして、サッチーさん、こんにちは。大浜さん、こんばんはかな？収録頑張ってね、ありがとうございます。ナッティーナチコさん、デースケー。ティンクンちゃんさん、こんにちは。ナチコさん、髪切ったね、なんかイメージ変わったと思ったら、ありがとうございます。
そしてかっちゃんさん、沖縄大好きさん、あかりん、リスナーの皆さん、こんばんちょいを散髪してスッキリしてるやん、ありがとうございます。大浜さん、K4 と絵が似てるよね、私だけかなということで、まあパッと見ちょっとのまあそっくりではありますが、 K4 の方はですね、京都アニメーションさんで作画担当されておりますね。そしてマリーさん、こんにちは、ありがとうございます。そしてサトポンさん、こんにちは、沖縄大好きさん、ありがとうございます。さあ、といったところでリスナーさんからのメッセージが届いておりますので、どんどんご紹介していきますが、まずその前にですね、実は私、沖縄大好き、この間、ヤンポーさんからメッセージいただいてたんですが、ご紹介するのを忘れてまして、ちょっとこちらでご紹介したいと思います。ヤンポーさん、沖縄大好きさん、あかりん、こんばんは。して、俺が大好きなものはもちろん FM ギノワンです。もともとはごっくんちょおっちゃんにしかされて、ヒーフーミーズバーをツイキャスで聞いたことから始まりました。でも、少しずつ聞く番組も増えて、沖縄手帳もリスナープレゼントでいただきました。FM ギノワンはためになるラジオ局だと思っています。チーツモブや教育ステーションつむぎさんのことも FM ギノワンの番組で知り、今では毎月1回程度ですけど寄贈させていただいてます。少しでも人のためになら、なるちったら、力になりたい。それが俺ができることです。見返りは求めません。ただそれが誰かが少しでも幸せになるならと願っているだけです。 FM ギノアンとの出会いは運命だったかもしれないですね。これからも FM ギノアンの番組を1番組でも多く拝聴したいと思います。ということで、素敵なメッセージをいただいてました。ヤンポーさん、ありがとうございます。ヤンポーさん、FM ギノワンにもですね、チーツモブですとか、それが今出てきました、教育ステージのつむぎさんの、方でもですね、いくつか、いろんなものをですね、この寄贈されてまして、本当に FM ギノワンのために、協力してくださっている、心強いリスナーさんでございます。本当にありがとうございます。さて、他にもメッセージが届いていますので、どんどん紹介していきたいと思います。まずは、ラジオネーム、ティンクルちゃんさん。沖縄大好きさん、あかりんさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ティンクルちゃんです。5月が終わり、6月ですね。皆さんはどんな5月を過ごしましたか？私は、FEC チューンドを聞きにギャラリーに行ったり、FEC のお笑いライブを見に行ったりして楽しかったです。もちろん、仕事も頑張りました。来月も頑張りたいです。ありがとうございます。お疲れ様です。ティンクルちゃんさん、体調の方は落ち着きましたでしょうか？FEC チェンドの時にですね、ちょっと体調崩されたということをお聞きしてたんですけど、元気習いましたかね？これからもですね、FEC さんを楽しみつつ、お仕事も無理なさらない程度に、頑張っていただけたらと思います。FEC さんのライブ、本当に、ちょっと僕はライブの方はまだ行けてないんですけど、一度だけイベントに、行かせていただいたことがありまして、ごえくえしょう先生とか、それから、エイカーズショーなども、その時に、いろいろ披露されてましたが、それから、大金のぞみさんなどなど、多彩豊富なお笑い芸人さんたちの、お笑いや音楽など、楽しませていただきました。またぜひ行きたいですね。そして、初メールの方が届いておりますので、こちらもご紹介したいと思います。ラジオネーム、パキラさん、ありがとうございます。こんにちは。初メールのパキアです。沖縄大好きさん、私も大好きを叫ばせてください。私、生まれて初めて推し活をしてます。今まで推し活なんてこれっぽっちも興味なかったし、子供たちの推し活も、ふーんって感じだったんですけどね。そんな私が推しているのは、ボーイズグループの JO1 です。お、JO1 はもう私も知ってます。プロデュース101ジャパンのオーディション番組をたまたま見たのをきっかけに沼に入りました。ダンス、ボーカル、全員上手いし、イケメンの回転寿司だし、やばいって感じです。11人の誰がいいのと聞かれても選べません。ほぼ箱推しです。いいですね。私のような方います？ JO1 を大好きになった日から毎日がハッピーです。この場を借りて大好きをアピールできたかった沖縄大好きさん、ありがとうございます。頑張ってくださいね。ということで、ありがとうございます。パキラさん。JO1 はですね、私も知っております。その11人のメンバーの中にですね、一人沖縄出身の方がいらっしゃいますね。与那城翔さん。与那城翔さんもですね、この JO1 ではもう本当に、もう中心的な存在で、
最近はですね、HY の中曽根泉さんとともに、ドラマ366日の主題歌、366日でも一緒にコラボもされていまして、YouTube の再生回数が100万回、超えたということで、このパキラさんも、どうやらこの JO1 にハマっているということで紹介してくださってます。ありがとうございます。さて、ツイキャスの方もですね、来ておりますので、どんどん紹介していきましょう。次は、武蔵さん、ありがとうございます。沖縄大好きさん、ミキサーのあかりんさん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。FM ギノワン、FM コザ、FM ギノワンセカンド、ツイキャス3曲同時視聴しています。3曲同時。3曲同時ですか。あ、ちょうど今収録している時間帯は、アジクエタラジオと、ハイミさんのラジオも今やってる時間帯ですね。3曲同時。ありがとうございます。ぜひぜひ最後まで楽しんでいってください。そして、ティンクルちゃんさん、体調よく治りました。あ、よかったです。ぜひぜひまた先ほどもおっしゃったように、無理はなさらない程度にエンジョイしてくださいね。そして、FEC の芸人さんのライブとラジオで元気もらってます。よかった。ぜひぜひまた元気もらって素敵な一日を過ごされてくださいね。そして、ロアさん、こんにちは。向かいながら聞きます。ということで、ありがとうございます。ロアさんはですね、ミッドナイト王侯の王侯さんの、奥さんでございまして、で、この後実は、夕方に収録もあるということで、これから向かわれるということなので、気をつけて FM ギノワンに向かってくださいね。ありがとうございます。さあ、ということで、メッセージのご紹介も以上となります。で、皆さん、メッセージを送ってくださり、ありがとうございます。これからもですね、メッセージお待ちしておりますので、ぜひぜひお送りください。さて、続いてはこちらのコーナーに行きたいと思います。沖縄大好きの今日の大好き。はい。このコーナーでは、私沖縄大好きが紹介したい作品やキャラクターなどなど、楽しく熱く紹介するコーナーです。本日紹介するのはこちら。マナルタイです。さて、今ラジオではですね、BGM にマナレンジャーという楽曲が、流れておりますが、まずこのマナルタイって一体どんな人たちなのかについてご紹介したいと思います。マナルタイはですね、北海道を拠点に活動している、5人組男性 YouTuber です。あの有名なヒカキンさんと同じ、ウーム所属の YouTuber。マナル隊の名前の名称なんですが、マナル、漢字で、真実の真と成長の成と書いて、まあ、この神聖の訓読に由来し、偽りやごまかしのない本当のことを意味する。当初は、3人組だったのですが、2022年の7月20日、サブチャンネルでしたマナビート指導で、裏方のケイスケさんとマルさん含めて5人組になりました。メンバーは、マルさん以外4人の、幼稚園からの幼馴染で結成されております。リーダーのタッカさん、ダイさん、ケイタさん、そして、おととしから加わっておりますケイスケさんと、そしてマルさん。こちらですね、5人で活動しております。主にマナル隊のですね、この活動内容なんですが、ちょっと簡単にご紹介しますと、マナル隊は主にコントを中心とした動画を、中心に行っておりますが、まあ、例えば、私がこのマナル隊を知ったきっかけになった、頑張れ、新入社員シリーズはもちろん、家族3人構成のダイコ、タッカ、ケータの日常を描いたコントの動画を中心にお送りしております。そして、サブチャンネルとして、指導しました、マナビートなんですが、元は、マナル研究所というサブチャンネルの名前で2019年に、開設しました。そして、マナル隊のチャンネル登録者数が、100万人を突破したことをきっかけに、マナビートに改名。そして、マナル隊とマナビートとは、チャンネルは別で活動することになっております。主にマナビートの動画は、メンバーの素の部分がわかる日常動画となっておりますが、年もですね、マナル隊と実は結構近かったりするんですけど、本当に面白くて、結構体の張ってる YouTuber さんたちですね。
そのマナル体なんですが、僕が最初に知ったきっかけをちょっと簡単にお話しますと、先ほど出てきました、頑張れ、新入社員シリーズ。こちらで、介護のちょっと動画が出てたんですね。新人介護士の密着動画という、設定でですね、先ほど出てきました、ダイさんが新人役で、上司にリーダーのタッカさん、おじいちゃん役に、ケイタさんの3人でやっておりますが、とてもちょっとどう表現すればいいのかっていうところなんですが、結構体の張ってて、日常的にはありえないことが起きている、それぐらいの、体を張ったコントをされておりまして、その他にもいろんな動画が上がってますので、もし気になる方いらっしゃいましたら、マナルタイと YouTube で検索して、ぜひチェックしてみてください。そして現在の登録者数、ちょっと確認してみたのですが、なんと、現在の YouTube の登録チャンネルが133万人突破しているということで、ぜひぜひ皆さん気になった方、チャンネル登録して、応援お願いします。そして今 BGM にもですね、ふざけんじゃないわという、ふざけんじゃないわよという楽曲もご紹介しております。こちら、マナルタイの音楽というアルバムから、紹介しております。2023年3月9日にリリースされたアルバムの中の一曲です。今回ご紹介したのは、マナルタイでした。それでは、ツイキャスのコメントを追加できたので拾っていきましょう。サッチーさん、一旦仕事終わったので、ちょっと休憩です。お疲れ様です。お仕事も、お忙しい中もですね、サッチーさんも FM ギノアンで番組を持たれております。本当に、空いた時間に来てくださってありがとうございます。さあ、というところで、時間、まだあります？借りました。じゃあ、そうですね。ちょっとマナルタイの動画で、個人的にちょっと面白かったのも、いくつかご紹介していきたいと思いますが、先ほど言ったその、頑張れ新入社員シリーズですね。その介護以外なんですが、保育士の新人さんの密着動画ですとか、それから他にも、ヒーローショーですとか、声優さんなどなど、その新人さんを密着するってこの動画のコントでやっていたシリーズなんですが、普通だったら絶対ありえないなっていうぐらいのですね、面白いコントをですね、マナルタイはやっておりまして、どれも面白いのですが、個人的にもう一つ、このマナレンジャーのこのヒーローショーですとか、お使いシリーズっていうのも実は面白くて好きなんですね。主にそのお使いシリーズっていうのは、ケイタさんがその男の子という設定で、お母さんの、大子から、ケイタお使い行ってきてから始まって、やだ行きたくないからのこのやりとりから始まってスタートするっていうのが定番なんですが、これが、面白くて、つい、もう、笑いが止まらない、そんな楽しい動画となっておりまして、実はこのマナルタイですね、過去にそのマナレンジャーっていうそのコントの中でそのヒーローキャラクターを演じているんですが、スーパー戦隊シリーズや、仮面ライダーなどのこのヒーローショーを行っております、東京ドームさんの、隣にある G ロッソ。そちらの G ロッソで、実は、イベントを過去に開催しておりまして、ライブも披露されておりました。このマナルタイなんですが、子供たちにもすごく人気でして、外で実はロケをすることもあるのですが、その街行く歩く学生さんたちもマナルタイを見つけては、その声をかけて、応援してますって、その温かい言葉を送ってくれている方もいらっしゃいました。そして、メンバー同士でその、時に体を張りつつ、涙あり、笑いありのそのコントもやりつつ、素敵なトークもお送りしているこのチャンネルなんですが、世代も近いということですごく親近感も湧くといいますか、YouTuber さんの中でも自分実はすごく尊敬してて、こうやって表向きにやって、はっちゃけて楽しく、YouTube の動画を投稿している彼らをですね、すごく尊敬しております。ちなみに、このマナルタイの結成のきっかけが、リーダーの、タッカさんからですね、ケイタさん、ダイさんたちに声をかけたことが始まりで、YouTube をスタートさせたということで、2019年が、
スタートでしたので、もう約5年、およそ5年ですね。5年近く活動されているということで、登録者も100万人超えたということで、これからのですね、さらなる活躍が楽しみでございます。さて、それから、ありがとうございます。さて、なちこさんからもコメント来ております。でんすけ、今日も絶好調、ナイスありがとうございます、なちこさん。さあ、ということで、結構、バンバンちょっとおしゃべりさせていただきました。それでは、今 BGM でですね、マナル隊の、テーマソングとなっております、マナル体操をご紹介しております。こちらマナル体操はですね、こちらマナル隊のその動画の最後の終わりにエンディング曲として、流れている楽曲なんですが、当初はゆっくりめなテンポで、楽しい歌、悲しい歌っていうこのリズムが入ってたのが、後に、本格的に楽曲制作されまして、マナル体操のそのミュージックビデオや、そのコントの中でも使われることになりまして、そして先ほどご紹介した、マナル隊の音楽の、アルバムの楽曲としてもリリースされております。こちらですね、YouTube にも実は上がっておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。また他にもですね、パリピバージョンっていうのも実はございまして、そのパリピバージョンっていうのは、楽曲はそのマナル体操の楽曲が、通常に流れてるんですが、いわゆるその愛の手っていうのが入ってまして、マナル隊3人が、そのパリピキャラクターになりきって愛の手を入れておりまして、その中に沖縄の、エイサーの掛け声、ヒーアーサーさんは実は入っている部分もありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。さあ、ということで、そろそろエンディングということで、皆様からのメッセージも引き続き募集しておりますので、ぜひぜひ、797@fmginoa までお送りください。さあ、ということで、はい。それでは皆さん、この後もですね、79.7MHz fmginoa の番組をお楽しみください。それでは、最後まで聞いてくださりありがとうございました。お相手は私、沖縄大好きと、そして、ミキサーのあかりでした。ありがとうございました。それでは、おやすみなさい。お疲れ様です。じゃあ次はちょうど半から56分までやりましょうか。わかりました。はい。はい、なちこさん、大浜さんもありがとうございます。この後2週目収録いたしますので、もしお時間あればご参加よろしくお願いします。2週目はですね、一応コーナーは、ちょっとウルトラマンの話題一つ持ってきているので、それも話したりとかやっていきたいと思います。はい、じゃあいつも通りのオープニングと、チェイス、はい、これはフリートーク用、はい、そうです。コーナーがウルトラマン太郎、はい、で、エンディング勇気はどこで、はい、はい、OK です。はい。例えば、ミキサー使えたりしますか？もしかして。操作。こっちはまだやったことないですけど、一応、自分用のやつ一応持ってて。そしたら、なんか自分で収録とかもいけますけど、どんながいいですか？本当です。うんうん、それで、うん、ちょっとじゃ検討していいです、一回じゃ。はい、うん、もちろん。日程とかも難しい日が多いと思うので、そうですね、ちょっと今結構2週取りで調整してくれてるんですけど、ちょっと仕事とか、ちょっと別用事で来れない時もあるので、はい、じゃあツイキャスの皆さん、一旦ちょっと切ってから再始動しましょうね。一旦切ります。はい。